恋人の聖地やってきました。はい。今日は、WWS とブラウブリッツ秋田さんのコラボスーツが、はい、西武秋田店で、販売されるということで、はい、見学しに来ました。いや、やってきましたよ、ね、めちゃくちゃ楽しみ。とりあえず一回ここ座るが、はい、秋田のカップルはなここで写真撮ったり、ね、イチャイチャしたりするんだろうな。もうやめよう、もうやめよう。アゴラ広場の俺ら今ステージの真ん中さいでね、はい、周りのあのお客さんとかがかなり見られてます、うんうん、まあスーツ楽しみだな。あ、ちょっと楽しみだ。この前のあの、はい、ブラブリーツの選手の方々にも出ていただいてありがとうございました、うんうんうん、ありがとうございました。嬉しいです。スーツどんな感じなのかな、実際着てみればわかんねえからな。そうなんだよね、結局やっぱ実際着てみないと自分で体感したいとわかんないからさ、ね、うん、はい、やってきました。俺西武秋田店さん入るの初めてだよ。本当？こんな俺だなんか異常、まあ、YouTuber としておじまげで来てますけど、はいはい、ちょっと緊張してます。俺ださ見合った場所なのかな。見合ってるでしょ。見合ってるか。見合ってます。大丈夫です大丈夫です、はい、大丈夫か。大丈夫です。普段は大体 M がいるぐらいかな。 M か M になる。はい、じゃあまず M サイズで、はい、はい、秋田ブラウン、はぁ、はい、S サイズ。着こなしかっこよすぎじゃない、ね、着こなせるかなって感じ。ちょっと大丈夫です。大丈夫です。ブラウブリッツのコラボデザインは1種類だもんね。そうです、そうですよね。はい、はあ、ワクワクするね。いいね。いや全然もう軽さが違う。めちゃくちゃ軽いです。いい感じですか。めちゃくちゃ気持ちいい。マジで。いい。木川猫さんお願いします。うわ、おお、似合うね。いいんじゃない。めちゃくちゃ似合うよ。え、かっこいい、かっこいい、かっこいい。お、待って待って、決まってるよ。ちょっとそこから一回転してみて。バッチリ。お、かっこいい、かっこいい。うん、シャツもいいよ、全然。やっぱスーツ似合うもんな。いや、ありがとうございます。いいな、この会見でも言ったこの胸ポケな。そう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 。これどっちかというとよ、こっち派かな。これ2つにもできたりするんだ。あ、ここがね、いや、やっぱこれいいね。似合ってる、似合ってる。あのお客様、お似合いですね。お似合いですか。お似合いですよ。ありがとうございます。普通のスーツちゃったよ。軽い軽い、うん、動きやすい。着てる感じない。あ、本当。あ、じゃあ本当にスーツって感じじゃないんだ。全然ない。ユニフォーム。ああもう本当にユニフォーム着てる。ユニフォームくらいの感じ。そう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 、ピチッ。結構しゃがんでも余裕。全然全然余裕。本当だ、軽そう。めちゃくちゃ軽い。野球できちゃう。あ、野球もできそう。ちょっと野球の方でいいね。いいね。チラ見せするとこれ盗んでるの。あ、来た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 。近くで見ると分かると思うけど、プリントの解像度っていうのめっちゃ綺麗にされてる。あ、でもちゃんとされてるね。うん。剥がれそうにも。うん、剥がれないと思う。でもなんかこれ選択できるってなんか理由分かるもん。ちょっと。すぐ乾きそうな素材、うん、きちっと決まってるのにこんなに軽いってね。いいっすね、これいいよ。いやね、これ似合ってたな。ありがとう、はい、ジャミの、うん、私ですね、はい、あの動画ではどう見えてるか分かんないですけど、はい、まあ、もっと野球部なんで、うんうんうん、もっと野球部って言ったらスーツがあまり似合わないんだよ、ね、え、なんでなんで。その理由の一つ、はいはいはい、野球部足太くなります。はい、ジャンゴ意外と、そう、ジャンゴ太いんですよね、実は。ケツプリちゃんなんですよ、ね、いや、いいケツしてるわ。ケツプリちゃん、はいはいはい。プラス、最近ちょっとお腹ぽっこりめになってきて、おっと、プラスで、うん、短いんすよ、パパウッドの長さね、長さも長さ、まあ、野球部だとめちゃくちゃ盗塁いけるんですけど、初速が速いから、はいはいはい、足も短いので、ちょっと不安ではあります。本当にこれで似合うのかっていうのもね、やっぱだから俺すげえ羨ましかった。ありがとうございます。でこれでもしあの WWS さんのスーツ、うん、ジャンゴの体型でもうまくいってたら、うん、私のような野球部体型を参考にしてみてください、ね、はい。できたよ。いいじゃん、いいじゃん。どう？すご
あ、いい、あ、分かるね、分かる。あ、でもいいね、かっこいい、かっこいい。あれ、なんかさっきより細く見える。ジャンゴ着てるやつは、L サイズ、全然余裕。あ、いいね、いいね、いいね。あ、すげえ軽いわ。ね。あの、一番軽いのや、このジャケット。うんうんうん。リンゴ、リンゴ1個分ですよね。リンゴ1個分。すごい分かる。これ結構運動部あるあるだと思うんだけど、後ろの背中の筋肉つくと思うんだよ。ちょっと後ろこう張ってみて。そうそうそう、どうどう、全然普通でしょ。このままなんかアマゾンの工場だ、働けて急にアマゾンの工場だ農作業。ああ、できる。はいはいはい、ユニフォーム着てる感じですか。あ、なんか分かるでしょ、分かるでしょ。あの、これはこうやってみて、足余裕余裕プチっていかない、大丈夫。おお、これ学生服一回切れといたらやっぱこれ、あのジャンゴのお尻でもちゃんとこう足を上げれたり、普段スーツ着てる時にはしないような動きでも全然問題ないと。あ、いいね。全然変わる、雰囲気変わる。セーバーキャプテンよ。おお、店員さん、いいねいいねいいね。あ、でもいいね。いや、足長くよ、足長い、足長い、うん、足長く見えるもんだって。 We are Bravitz。記者会見でさ、これ田中選手とかですよ、分かる、江口選手とかやってきた UWS のスーツめちゃくちゃいいわ。いや、めちゃくちゃいい、本当に着心地いい。普通のスーツには戻れなくて、いや、めちゃ欲しいわ。いや、ちょっと欲しいね。このまま持って帰りたいの、ね、もうこのままね、この着た感じでね、うん、せっかくなので、差し上げます。え、いいの？え、もうたくさん、もうたくさん来てください。本当ですか？尾崎さん、本当にいいんですか？はい、ありがとうございます。はい、もう WWS しか来ません感無用です。はい、いやー、ありがとうございます、ありがとうございます。では、はい、プレゼントしますので。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。たくさん来てください。いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ブラウブリッツ秋田と WWS がコラボしたスーツを試着するつもりが、なんとプレゼントをしていただくことになりました。ありがとうございます。今回ジャンゴ TV が着用したスーツは西武秋田店での販売は終了しましたが、 WWS 公式ホームページでお買い求めいただけます。ブラウブリッツ秋田の皆さん、 WWS の皆さん、今回はこのような機会をくださりありがとうございます。皆さんにもぜひこのスーツの感動を味わってほしい。詳しい情報は概要欄をチェックしてください。